マゾーラこと、ジョゼ・ジョアン・アルタフィーニは、ブラジル出身で後に、イタリア国籍を取得したサッカー選手。セリエ A 史上3位体の通算216ゴールを挙げたストライカー。パルメーラスなどブラジルのクラブを経て、1958年に AC ミランへと移籍。9月21日に、セリエ A デビューを果たすと、10月5日のエースバーリ戦で、初ゴールを挙げた。 1958から59シーズンは32試合28得点でリーグ優勝に貢献。1961から62シーズンにも33試合22得点で再び AC ミランの優勝に貢献した。1962から63シーズンの UEFA チャンピオンズカップでは9試合で14ゴールの活躍で、 イタリア勢初のチャンピオンズカップ獲得の原動力となった。2から1で勝利した決勝のベンフィカ戦でも同点と逆転の2ゴールを挙げている。1965年から1972年まではナポリに在籍。1972年コッパイタリア決勝では全所属クラブの AC ミランに2-0で敗れた。1973年に移籍したユベントスでは 1973年、コッパイタリア決勝でまたしても AC ミランに敗れる。しかし、ここでは1973から74及び1974から75シーズンの2回のリーグ優勝を経験した。1976年にユベントスを退団するまでに、アルタフィーニはセリエ A で通算459試合に出場して216ゴールを挙げた。 そのゴールの多くは、キャリアの前半に挙げたものであり、初期の8シーズンでは134ゴールを挙げたが、後期の8シーズンでは53得点にとどまる。イタリアから離れて、スイスのキアッソとメンドリジョスターで4シーズンプレーした、あと42歳で引退した。1960年代以前は、ナショナルチームについての厳密な規定がなく、 複数国の代表チームにまたがってプレーする選手が多く存在した。ブラジル出身のアルタフィーにもその一人でブラジルとイタリアの2カ国の代表選手として FIFA ワールドカップに出場した。ブラジルでの彼はマゾーラの愛称で呼ばれた。これは AC トリノで活躍したイタリアのナイフ W バレンティーノ・マッツォーラにちなんだものである。 1958年 W 杯でブラジル代表として優勝を経験したが大会の後半では馬場にポジションを奪われて出場できなかった。イタリア代表としては1961年10月15日のイスラエル戦でデビューしてこの試合でゴールも挙げている。1962年 W 杯にも出場したがグループリーグで敗退した。ありがとうございます。